ローマ条約。ローマ条約は、1957年3月25日に、調印された欧州連合の2つの基本条約。ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツによって調印された。この2条約とは、欧州経済共同体設立条約と欧州原子力共同体設立条約である。両共同体は、 この数年前に設立された欧州石炭、鉄鋼共同体に続く超国家主義的な性格を持つ国際機関である。両条約は1958年1月1日に発行したが、そのうち欧州経済共同体設立条約は、その後の条約で大幅に修正されており、1993年11月発行のマーストリヒト条約で、 欧州共同対設立条約への解消を経後、2009年12月に発行したリスボン条約では、欧州連合の機能に関する条約に解消されている。その一方で、欧州原子力共同対設立条約は、原子力に対する市民感情からあまり修正されていない。1951年にパリ条約が調印され、これにより、 欧州石炭鉄鋼共同体が設立された。欧州石炭鉄鋼共同体は超国家主義と国際法の原理に基づいて設立されたものであり、ヨーロッパの経済に寄与し、加盟国間での統合によって、将来における戦争の可能性を回避することが狙いとされた。その後ヨーロッパが衆国の樹立のために、欧州防衛共同体と欧州政治。 共同体という二つの新たな共同体の設立が提唱された。ところが、欧州政治共同体設立条約が欧州石炭鉄鋼共同体の議会組織である共同総会によって起草されたものの欧州防衛共同体の設立がフランス国民議会によって反対された。欧州石炭鉄鋼共同体最高機関の委員長で両共同体構想を経引していたジャンモネは フランス議会の対応に抗議の意を示して委員職を辞し政治分野ではなく経済分野での統合を基礎とした別の共同体の設立に向けて作業に着手したヨーロッパにエネルギー危機が起こった後共同総会は欧州石炭鉄鋼共同体について他のエネルギー源についてもその対象とすることができるように権限の拡張を提案したところがジャンモニは 原子力を管理する単独の共同大設立を望み、ルイ・アルマンはヨーロッパにおける原子力エネルギー利用の見通しについて研究に当たっていた。アルマンの報告では石炭埋蔵量の枯渇によるエネルギー不足の解消や産油国への依存を低下させるために原子力開発は必要とされるという結論が出された。ところがフランスは保護主義により反対し、 またモネも壮大すぎで困難な目標であると考えて、いたにもかかわらず、ベネルクス諸国やドイツは全般的な共同市場の創設に関心を寄せていた。結局のところ、モネはすべての利害を満たそうとし、原子力エネルギーの管理と共同市場の創設について、それぞれ個別の共同体の設置を提案した。1955年のメシーナ会議の結果、ポールイコール、 アンリ・スパークがヨーロッパの競争市場創設についての報告をまとめる準備委員会、スパーク委員会の委員長に指名された。委員会によって作成されたスパーク報告書では統合のさらなる発展のための基礎がまとめられ、1956年5月29、30日に開かれたベネツィア会議は報告書を受諾し、政府間協議を組織する決定がなされた。 報告書は1956年のバル・ドゥシス上における共同市場と原子力共同体についての政府間協議の土台となった。会議の結果、新しい共同体は欧州石炭鉄鋼共同体と共同総会、その後の議会総会と司法裁判所を共有することになった。その一方で最高機関は共有しないことが決められた。 二つの新しい共同体において最高機関に相当する機関は委員会とし最高機関に比べて権限が縮小されることとなった。フランスがこれらの機関に超国家的な権限を与えることに難色を示し、そのため委員会は最低限の権限しか与えられず、重要な決定事項には理事会の多数決による承認を要することになった。欧州原子力共同体は 原子力分野での協力を促進し、欧州経済共同体は加盟国間での完全な関税同盟を創設するという目的で設立された。この会議での合意により1957年3月25日、ローマのカンピドリオにあるコンセルバトーリ宮殿、カピトリーノ美術館において2つのローマ条約が調印された。2007年3月に、 英国放送協会のラジオ番組ツデーは条約の印刷が遅れたため出席した各国の代表者が調印式で署名した文書には口へと署名の間にある空白のページだけしかなかったということ放送した欧州原子力共同体設立条約は共同体自体があまり高い扱いを受けていないこともあって知名度が低い欧州経済共同体が後に 欧州連合へと発展していったのに対して、欧州原子力共同体は設立当時とほとんど変わっておらず、また欧州経済共同体と同一の機関が運営に当たっている。欧州原子力共同体は独自の機関をもって設立されたが、1967年のブリュッセル条約により、欧州原子力共同体、欧州石炭鉄鋼共同体の初期間が、 欧州経済共同体のそれらに統合された。欧州原子力共同体設立条約は原子力エネルギーに対するヨーロッパの民感情もあってあまり修正がなされていない。九百五十七年に署名された当初は欧州経済共同体設立条約という名称だった条約は九百九十三年発行のマーストリヒト条約によって欧州経済共同体が 欧州共同体に変更されたことを受けて、条約の名称も欧州共同体設立条約に解消された。その後2009年に発行したリスボン条約によって欧州共同体が消滅し、条約も欧州連合の機能に関する条約に解消、内容も修正された。2007年に欧州連合のすべての加盟国はローマ条約調印50周年を祝い、 ユーロ圏諸国では記念のユーロ効果をユーロ未導入の加盟国でも現行通貨の記念効果を発行した。ユーロ圏の当時の13カ国ではそれぞれ通常の年間発行分に加えて共通デザインの2ユーロ記念効果を中造した。また、ベルギーではローマ条約調印50周年記念10ユーロ効果を発行するなど一部の国では他の額面のユーロ記念効果を中造した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。